絶対帰ってはいけないところが私、木桶だと思ってるんですよ。せーの、うまい醤油が作りたいんです。絶対必要なのは木桶なんですよ。今どうこうじゃなくて、その子供の世代とか孫の世代にどうするって考えて、先手先手を打って手を打っていく。結果が出るのは死んだ後、そこにね、ロマンがあるんですよ。フェリーが出航してますよ。全然波ないでしょ。小豆島の人間から海っていうと、この波のない海なんですよ。おはようございます。杉の木ですか。うん、これ吉野杉。はあ、まあ最高級だわな。はあ、普通杉なんかかんなかからんのよ、もっさもさになって。はあ、これがかかるから。さっきシュッと言ってましたもんね。うん、気持ちいいよこれ。勘違いしてしまう。自分が腕が上がったんかも。これ一応歯取れるけど一回試したけど、一回ついてみる？一回ついてみる。うん、これぐらいでいいかなと思うけど。こんなもんやろ。よう出とるな、歯が。0.12mm の誤差の中ですね。ちっちゃいのは歯がギュッと入れてここ潰せば止まるんですけど、ギュッて寄せたってこんな分厚い木って寄らないんですよ。ちっちゃいのより大きい方が精密に作らないといけないんですよ。棚を組むっていう作業だな。板を5、6枚合わせたものを棚って言います。あるかな、ちょこっとこう目違い段があるのが分かるかな。これがなくなるまではいかないかんよね。この辺にこの段をなくさないというか、水はもうこんな段でも、もう水圧は許してくれ。 OK、 これで一棚完成です。でももう作る人いなくなったらできないじゃないですか。桶屋さん一社しかないよ。でその桶屋さんに桶を直してもらったり組み直しとかしてもらったんですよ。で辞めるっていうんでまずいなと思って、でそもそもうちが新桶発注した時に戦後初って言われたんで、ほんまにないんやなと思って。こうやってびっしり菌がついてますけど、これ実際に150年ぐらい使ってるんですよ。で向こうの蔵、こちらの方に来ると菌のつき方が少ないの分かりますかね。これで100年ちょっとです。ここには百数十種類ぐらい菌があります。
それぞれの蔵によって生態系が違うので味や香りが変わるんです。昔は地方地方に醤油屋さんとか店屋さんがあったんですよ。でその地方独特の菌の生態系があって、でその地域の蔵ごとに独特の味や香りができて、それが郷土料理のベースだったんです。でも一番問題は竹の調達が大変なんですよ。竹屋さんでも持ってないので、やぶを探して切り出すところからやらないと。どうしよう。日本いいのありますよ。3本あるな。おお、あれいいんちゃう。あれ長いな。ああ、先がちょっと曲がっとるな。ええ音しろ。こっから取ったろうか。よっしゃ。よっしゃ、行け。これまた削るんですよ。削るのも大変じゃないですか。そうすると、タが編んでる時にパキッと折れたりすると、あーってなるんですよ。あんだけ苦労して取ってきたのにって。うちのじいさんが植えてないと作れてなかったと。竹がなくて本当に最初はどうしようっていう感じでしたね。ご近所さんに聞いたんですよ。どっか畑の矢を知らんって言って聞いたら、お前アホかって言われて、わしはお前の死んだじいさんと一緒にタガのこと考えてそこの山の上にマダケ植えたんやって言って、いやもう涙出てきましたよ。あったと思って。近代化した機械が入っていく中で、オケっていうのは多分恥ずかしいと思ってた世代だと思います。うちの親父の世代とかは、まあ、ぶっちゃけお金がなかったんで近代化できなかったんですけど、多分お金があってもこれうちの親父とじいさんの性格だと残してたと思います。うまい醤油を作るのがしたいってうち親父もずっと言ってたので、本当にいいものをうまいものを作ろうと思うとやっぱ OK ですね。うまいんですよ。4分切った。4分切った1本。やってました。え、うめえ。ただいま。あ、ちょっと紹介します。はい、あの群馬の酒蔵さんで、はい、父田さんです。はい、そうです。はい、失礼します。だんだん増えてきて、最初からオープンですもん。2年目からいろんな醤油さんも電話して、あの会ったことなくても知ってるところに電話して、社長いますって言って、あの一緒に桶作りませんって言って声かけていって、いや結局技術だけ残っても桶の需要がないとなくなるじゃないですか。自分のところだけ 1% 市場がそのままで、うちのシェアがその中で増えて、うちだけ売れたら負けやって気がついたんです。これをこう回す。あ、そう、こっからこう回す。でここに叩いてやって前を送るんですよ。竹を編んで摩擦で止めるっていうのを編み出したの日本人だと思うんですよ。竹のタガによって木の容器が大型化したの。大量生産、大量物流ができるようになって、今の発酵食品をたくさん使う和食になったんです。江戸時代のイノベーションですよ。
木殺しっていって木の繊維を潰していって液体が入った時にその木がもう一回戻って膨れるんです。で底板を木殺ししてそこ入れることによって水分が入ったらこうプッと膨らむから漏れにくくなる。木の特徴を生かした技術かな。せーの、はい、せーの、せーの、せーの、落ちたよ、落ちた、せーの。大学卒業して家の所有は継ごうかって言ったら継がんでいいって言われたんですよ。もう儲からんし、親父が突然血を吐いて倒れたので何にも教えてもらってなくてどうにかせないか。もう聞き出して、音しだした。あ、音が変わるか。音変わる。高い音しだす。聞き出した。うん、いいこっちゃ。うん。せーの。せーの。構造ベーコン入れすぎた。ここでうちの醤油を、あの私が名前が安尾なんですよ。一文字取って、であと白、あの下は蔵ですね。軽くプレッシャーかけてます。味は、うん、じゃなくて、塩コショウと粒だけだから、うまい、うまいよ、うまいって言えよ。ちょっとちょうだい。新桶に仕込みですからむっちゃレアですよ。新桶の仕込み100年使う間の最初の1回目だけですからね。これ今日3本やってるんですよ。私の仕事は醤油を作るのは私の仕事じゃないんです。醤油を作るのは金に任せて、この桶とか蔵とか、蔵付きの金を次の世代へ渡すのが仕事なんですよ。うち親父とかじいさんの恩恵受けてますからね、ひいじいさんとか。今の桶が使って醤油できてるのは昔のご先祖さんのおかげですから、それは私やらないとダメでしょう、ね、これで息子が継がないって言ったらどうしようかと思います。今んとこどんな感じですか？ユーチューバーになるって言ってます。